ネイサン・アレクサンダー・ピアーソンは、アメリカ合衆国フロリダ州、パスコ郡オデッサ出身のプロ野球選手。ウトを右打ち、MLB のトロントブルージェイズ所属。メディアによっては、ピアソンと表記されることもある。2017年の MLB ドラフト一巡滅追放で、トロントブルージェイズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ブルージェイズで、プロデビュー。 A-9 バンクーバーカナディアンズでもプレイし、2球団合計で8試合に先発登板して、防御率0.80、26奪三振を記録した。2018年に MLB.com が発表した、プロスペクトランキングでは、ブルージェイズの組織内で4位にランクインした。シーズンでは、右腕の故障の影響もあり、A 球団イーデンブルージェイズで1試合のみの登板に、とどまった。オフには、 アリゾナフォールリーグに参加し、サプライズサグアロスに所属した。2019年は A 級ダニーデン、A 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツ、トリプル A 級バッファローバイソンズでプレイし、3球団合計で25試合に先発登板して5勝4敗、防御率2.30、119奪三振を記録した。また、7月には、 オールスターフューチャーズゲームのアメリカンリーグ選抜に選出された。2020年7月29日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、同日のワシントンラショナルズ戦にて選抜でメジャーデビュー。2021年は開幕を故障者リストで迎えた。5月3日にトリプル A 級バッファローに配属された。5月4日のミルブ開幕戦で開幕投手を務めた。 5月9日に MLB に昇格し、同日のアストロズ戦で先発登板し、MLB でのシーズン初登板を果たした。試合後に、投資コーチのピート・ウォーカーと話し合い、トリプル A 級バッファローで再調節することになり、5月11日にオプションでトリプル A 級バッファローに降格したが、肩の問題で予定していた登板を回避した。 クリス・アーチャーに憧れる100マイルパーアワー右腕で、速球は即 MLB で通用する代物だが、変化球の精度が鍵と言われている。ありがとうございます。